ちょっと木材置いとこうっと。はい。殴るとこやった、また。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月23日火曜日の午前10時20分です。今日は特にお知らせはありません。まだ火曜日ですから、飛ばしすぎないよう無理にないペースでお過ごしくださいね。それでは、ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。めっちゃスポーティーな格好。あれなんよ、なんか、めった。袖なしパーカーかなんかをゲットして、可愛くないこれ。ボディバッグもつけて、お、ハンナちゃんからプレゼント。まあまあいけてるアイナ。まあまあ、まあまあって余計じゃない。アイナにちょうどいいもん見つけたからもらっておくれ。あんたもこういうのを履いたら今よりもっといい感じになると思うんだよね。試しにちょっと履いてみてよ。サイズ合ってるかな、ハンナより。お、ズボンとかそういう感じかな。あ、てか、今気づいたんやけどさ、手紙の横になんか星マークみたいなのあるね。これ、あ、こうやったら、流れていかんってこと。あ、確かに、今回あれやんね、郵便局とかないけん、ここで管理する。ポストで管理するんや。なるほど。なるほど。靴かな、ズボンかな、どっちやろ。ボンテージパンツ、どんな感じ？おー。なんか上下、全体的に色味が紫系になった。あ、見て見て、これ。バイオリン虫。あんね、私、切り株をね、お、待って待って待って。あの、でかくて気持ち悪い蝶々や。私は結構苦手なんやけど、これ。ほら、でかすぎてなんかね、不気味じゃない？じゃーん。アレキサンドリア、トリバネアギハを捕まえた。おう、アレキサンドラー。さっきのこっちのは？あれ、さっきこっちにもなんか飛び寄らんかった、ちょうちょ。気のせいかな。おらんくなった。うん、いなくなったな。どこかしらへ消えていった。あの、坂道を登ったところに、私、じゃあの、場所は全く考えずに、切り株をね、ここに作っておいて、とりあえずあの、呼び寄せるよ。バイオリムシだけかな？他にもなんかおる。お、なんか落ちとるやん。落とし物。落とし物を拾っちゃった。誰の落とし物だろう。持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。これなんかね、落とし物を調べたらヒントがわかるみたいなのをコメントで教えてもらったんやけど、少し破れかけてるポーチだ。ちょっとベタベタしてるのはジュースでもこぼしたのかな？すごーい。すごい。なんかそういうのわかるんや。ジュースでもこぼしたのかな。これってなんかヒントなんかな。ジュースこぼしそうな子ってこと。わからんけど、パッとアンチョビが思い浮かんだ。アンチョビか、アイダホか、え、でもわからんやんね、それじゃ。ねえ、どう？おう、メーカー、キ。これ落とした？どれどれ、見せてみな。キ。この破れかけのポーチなんだけど。いやいや、俺のじゃねえよ。間違ったらあれだけど、アンチョビが持ってたような気がしなくもねえな。き。お、私の一番最初の勘が。勘が当たっているじゃないか。え、待って、ってことは、え、アンチョビは、家かな？どっか出かけとる？アンチョビ屋。あ、おったおった。おったおった。ヤッホー、アイナくん。声かけてくれてありがとう、弟子。これ拾ったんだけど。え、ちょっと見せてくれる？弟子。はい、これ。これは、僕の大切な袋じゃないか。ずっと探してたんだよ。物持ちがいいんよね。本当にありがとう。実はずっと探してたんだ。僕からのお礼を受け取ってね。ずっとって言っても、夜中私がベル集めしてる時はなかったけどね。えへへ、デニムのサロンペットだよ。気に入ってくれるといいな、弟子。絶対私好きなタイプやと思う。デニムのサロンペット。イェイ、かわいい。え、待って、私これ持ってなかったっけ？なんかこの服持っとったような気がしなくもないんだけど。なんかね、似たような系統のばっかり。お、ちょっと待って、めっちゃ久々に流れてきた。最近ね、風船を全く見かけんくって、どこや？
超久々なんやけど、ゆっくりすぎん？ゆっくりすぎん？ちょっと流れていくの。はい、エアーソファー、空気で膨らませるやつ、こんな感じ。あ、なるほど、これか。私が持っとるやつと模様が違う。私あのカラフルなやつ持っとったけんさ。へえ、これもなんかじゃあいろいろとリメイクができるってことなんやね。ゆきゆき。あの鍵多分ウツボや。鼻ひげウツボやと思われる。あのなんか、ね、最初見かけた時とか、あと見た目のインパクトはすごいけど、大して高く売れんっていう。ごきげんよう、アイナさん。よう。おしゃべりしよう。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね。よう。お散歩。今まさにお散歩中って感じかな。やあ、ローラン。ごめん、叩いた。どうもどうも。私、ローランとモースですか。床にシクラグを売るお仕事。はるばる来たです、遠くから。取り揃えてるラグの3サイズ。スモール、ミディアム、ラージ。柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんたはなんか買うですか？ラグが欲しい。はいはい、ラグはどのサイズにするか。S サイズ、1000ベル。M サイズ、1500ベル。L サイズ、2000ベルですけども。M サイズでお願いします。え、なに？あ、でもダメ、あんたのポケットパツパツ。持ち物をもう一個減らしてまた声かけてほしいです。あ、なるほどね。おまけも渡せないので、おまけ分を減らさないといけないのね。ちょっと木材置いとこうっと。はい、殴るとこやった、またはい、これでラグ買います。はいはい、ラグはどのサイズにするか。M サイズが欲しいです、私。はい。ふんふん、そのサイズか。では先に代金いただくです。あのチェックの布めっちゃ可愛くない？ローランが背負っとるやつ。あれもあるんかな？ここにあるやつもあるんかな？あんた気に入る。嬉しい、私。よかったよかった。さらに引き換え券もプレゼントするです。ラグを買ってくれたおまけとして。これを5枚集めたら不思議な壁紙、もしくは不思議な床とチェンジできるです。あんたが買ってくれたラグ M サイズ、ゆえに2枚プレゼントするです。集まったんじゃないかな？集まってないんかな？まあ、また次回使おう。集まっとったらね。また買ってほしい。引き換え券に釣られて。どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。アイナさん、いらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？買い取ってください。買い取りでございますね。では、お降りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。ってことなんで、まあ、この辺のね。青いラウンドマット。持っとんじゃないかな？そんなことない？そんなことないっすか？以上。いろいろお持ちくださったんですね。では、計算しますと。はい。では、合計6700ベルでのお買い取りでいかがでしょうか？あんだけで6700ベル。蝶々やね。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。お。経済を回そうか。元も不要品買取強化キャンペーン。そっか。買取の方やった。はい、オッケー。じゃあ私、今回ゲットしたラグがどんなラグかを見たい。てか、とりあえずさ、あれよね。ラグをさ、外に敷けるようにしていただきたいね。敷けるんかと思ったのに試験っていうこの辛さ。さてさて、どんな感じでしょう。あ、こんな感じ。あ、かわいい。丸いやつ持ってないけんいいね、これ。どこに使おう。どこに使おう。使う場所は今のところないような気はするけど、まあ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 。とりあえずね。またなんかあっという間に収納が埋まりそうな気がするんですが。待って、株価聞いてない。聞いてこようっと。どうも。アイナさんいらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？今日の株価は。ただいまの株価は1株119ベルでございます。ます。お、だいぶ高くなったね。他にも何かお伺いいたしましょうか？しょうか？とりあえず大丈夫。はいはい。はい。ではまた何かございましたら、お声をかけてくださいませ。ませ。
まあね、欲張りすぎてギリギリまで待って、めっちゃ低くなることもあるけどね。まあ、そんなもんだろう。ん、あれは、家にいるね、ツンドラさん。あれ、ツンドラさん、さっきまでさ、なんかオープニング画面であるね、広場におったんやけど、帰ってきたんよね。何それ、チョコアイス？おはよう、朝から元気ね、なのだわ。めっちゃ元気、世間話でも。今度の土曜日は虫取り大会ね。土曜日か。私、虫取りってそんなに得意じゃないんだけど、できる限り頑張ってみるわ、ナナだわ。ふんふんふん。私も頑張るよ。このお部屋どうかしら？あたさりにこだわってるつもりなの。好きなだけ見ていってね、ナナだわ。なんかちょっとね、マトリオシカだけ気になるけど、あとはめっちゃ合っとると思う。私は好き、上品な部屋。はい、そしてちょっとね、私、みぞれちゃんのポスターをゲットしたいと思いまして。ということで、みぞれちゃんのアミーボを読み込んでいきたいと思います。よーし。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特定マイルを付与いたします。5日連続ボーナス200マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ちょっとお客さんを呼ぶ。こちらでは動物の森シリーズのアミーボを使って島のキャンプサイトにお客様を招待することができます。アミーボを使ってキャンプサイトにお客様を招待しますか？招待します。キャンプサイトに招待したいお客様のアミーボを用意してください。ってことで、みぞれさんのアミーボを読み込みました。この方をキャンプサイトに招待しますか？します。お、招待中、今。ほう。やっほー、みぞれだよ。あたい呼び出すなんて、なんか話したいことでもあるの？なんかすごい、あれ不思議な感じがするんですけど。あれやんね、ずっと。多分模様自体はこれやったと思うんやけど、ちゃんと服になっとるっていうのが。不思議すぎる、首に巻いとったのにずっと。え、キャンプサイトにおいでよって？どうしようかな。特に用もないし、行こうかな。でもちゃんと服になっとるってことは、なんかいろいろとおしゃれができるんじゃないかと。さあ、みぞれちゃん来たかな？やっほー。やっほー、みぞれだよ。呼んでくれてサンキュー。嬉しくて飛んできたよ。かわいい。広い家もいいけど、テントみたいなこじんまりした空間の方が妙に落ち着けるんだよね。アイラ島の空気もあたいに合ってる気がするから余計に。いい島だね、ほんと。これさ、違うんかな？キャラクターによって流れうる音楽違うんかなって思ったけど、そんなことはない。木製スツールをこの島で作ったとしたら、どんな感じになるんだろう？え、なにそんなの頼まれるの？マジで。作ってきてあげましょうか？え、作ってきてくれるの？あたいのためにサンキュー。行ってみるもんだね。あ、でも明日には帰る予定だから、今日中に持ってきてくれると助かるよ。うん、作ってきます。みぞれちゃん作ってきたよ。あ、もしかして、お願いしてた木製スツール、作ってきてくれたの？作ってきたよ。はい、どうぞ。これがアイラさんの木製スツールか。やっぱり味があるよ。なんか島によって違うもんなの？木材が違うってことかな。あたいのために本当ありがとう。超嬉しいよ。よかったらお礼にこれもらって。はい、ベルト付き水玉ワンピースだよ。絶対可愛いやん。大事にしてね。するする、てか着る。それじゃああとは残り少ないキャンプタイムを満喫しようと思うけど。あたいこの島には何回も来て、もっと魅力を発見したいんだ。だから、またキャンプに誘ってよね。ベルト付き水玉ワンピース。かわいい。やった、ありがとう。てかこれみぞれちゃんにも似合いそうよ。この島でキャンプしてると嬉しいことがたくさん起きるんだよね。今も超ハッピーって感じなの。もしかしてあたいのパワースポットなのかな？帰りたくなくなっちゃうよ。住んじゃう？でも誰言われるかな？またアンチョビかな？マジで？それありかも。あー、でもこの島の知らないとこまだまだありそうだしな。ごめん、今回はやめとくね。だって何回も来てみなきゃわかんないし。だからまたキャンプに誘ってね。とりあえず、ポスターはもらえるということで。みぞれちゃんこっち向いてくれる？かわいい。超かわいくない？
ありがとう。いやー、めっちゃ可愛いね。まあ、でも、いつでも好きな時に呼び出せるっていうことで、よきよき。あれって、何回も何回も呼び出しよったら、なんか住みたいと思ってくれる割合が高まったりとかするんかな。なんか話的にはそんな感じよね。そして木製スツール。もし引っ越してくるときにそれ持って引っ越してきたら面白いけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、なんかあれやね、羊系の住人がちゃんと服を着るようになったっていうことでおしゃれのさせ方みたいなのが変わってきたんかな。